何言ってるんですか。ああ、なんか一応ツイッターのハッシュタグでみんながどんな感想をつぶやいてるかを。中澤さん欲しねえとか。いや書いてないです。あの山口中澤と違って比べて飛鳥昭雄がまともに見えるっていうコメントがありました。巻き添え食ってるじゃないこれが。いや別に僕から振って変な話に持ってったわけじゃないですよ。あ、山口さんが変な方向に広げたからああなっちゃったんですよ。本当に。フリートークでも。また俺が飛鳥さんがまともに変人になってる。いや山口さんは基準変人ですけど。アスカさんが一番まともに売れて、これは相当な世界ですよ、それは。俺が一番まとめてんだよな。いやいや、すごいコメントがついちゃいましたよね、二人。もうフリートーク、ひどすぎますね、僕らのフリートーク。あなたみたいに、こっちの出るんだけれども、今、ちょっと楽屋で、モニターで映るかどうかを。誕生日入ってるんで。誕生日入ってる。すげえ。すげえ。あ、なんか思ったより疲れたんだな。トークに消してたの。あ、いや、そこにあるお菓子で全然ですよ。はい。コンセプトは10年前の山口先生と今の山口先生。今のと。お前一緒に変わったよな。そうですね。あれですね、あれ、大晦日とかだから、もしかしたら前のお稲荷さんって朝とかもずっと空いてるんですかね、夜とかも、今日は。あ、じゃあちょっと、寄ろうと思えば寄れるんで。あ、全然寄れると思います。行く暇ないやな。まあ、ないですよね。まあ、いいです、ね。でも、お参りしとっていいじゃん、今年も。僕でも、毎年あのゆず稲荷来てるんで。うん。あれは仕事途絶えないね、あそこのお稲荷さんは。そうですね。お稲荷すると。あすかさん、山口さんとの対談、やっぱパワー使うのは、エンタメ大学で竹本涼さんとやったときは、あんま疲れなかったんですよ。なんでなんだろう、あの時の対談は僕、終わった後全然ぐったりしてなかったんだけど、今、理由が分かんない。あすか先生がサインを入れてます。お、すごいな、これ書きづらいでしょ。書きづらいですよね。すいません、布って。あ、これも味ですから。まあね、疲れました。もうちょっと年越しのパワーが残っていない。本当にもうぐったりです。全然押してないです。いや、時間は通りますけど、本当にもう2人が放送がすごかったんで。あ、今日関君来てないの。今日関君。あ、来てないです、来てないです。ああ、ただ働きさせてるのに。そんなことないです、ちゃんとお金払ってますよ。そんな間違った情報流せないです。明日っていうか、まあ、これあれじゃなくてアトラスのやつですか。アトラス。一応僕のチャンネル。あ、お疲れ様です。ありがとうございます。あ、おはようございます。よろしくお願いします。いやー、もう今日、この緊急検証の生配信の前にオカルトエンタメ大学を飛鳥さん、山口さんと撮ったんですけど、そこでパワーを使い切ったんで、パワーが残ってないです。あ、疲れ切ったな。山口さんが使えないことばっかり言うんで、ちょっと僕はもうパワーがないです。使えることばっかり言ってるじゃない。使えないとこだらけでしたよ。もう山口さんもこの仕事よくやってないって分かってんのに。今の撮影は編集あるんですけど、今から生配信は落ち着いて楽しくトークしましょうね。そうだね。中澤君ももうちょっとね、はい、口を悪口を減らすように。いや、僕全然山口さんの1万分の1も悪口言ったことないです、人生で。あ、そう。疲れました。あと何時、9時半から生放送。ですね、放送自体は45分からなんですけど、あれ見たら僕と山口飛鳥さんでセッティング多分違うんですけど、時間が山口飛鳥さんは9時半からです。セッティングって中澤君は何時か。僕は9時10分ぐらいからなんか打ち合わせっぽいのがなんか入ってました。それによると、あ、そう、なんか僕だけ早くなんか。あ、本当だ。嫌なんですよそれ。僕も犯人してほしいですよ。やっぱね、でもね、役割があるからと思う。いやでも休める時間があんまないんですよ。でも紅白始まったら休みます。この時間帯は休める、はい、でも紅白見ちゃいますよ。ないね、まだ未見だから。紅白でも桑田のバンドだけ見たいな。そっち、あ、向こうの見ないですよ。そっち見なくていいですよ。そっちいらないですよ。でもあれ見たいですよね。見たいね。見たくないですよ。
え、そう全く見たいじゃん。僕見たことないですもん、紅白なんて。あの歌の方は。あ、そう、僕結構見るけど。俺も見る、見ますよ。ねえ。こういうの見たくない人がこれを見るんですよ。まあね。そう。スミペも言ってましたけど、あれはついていけない人のための逃げ場所だから。エデンとしてね。これ放送はファミリー劇場今日は YouTube だよ。ああ。今日の生の配信は、あの、ツイキャスで。ツイキャス。はい。有料ツイキャス。はい。生配信はそうですね。何人ぐらい申し込んでくれたんだろう。いや、まだね、具体的には聞いてないんですけど、どれぐらい人だろうな、こういうの。数百は。数百？ツイキャス数百人？260ぐらい。おお。なんでまだ絶賛か。おいくらぐらいだの値段は？3500円。なかなかですよ、なかなか。いいなぁ。なんかね、ライジンみたいな。ああ。ちょっと。うまく回るといいですよね、そういうのでマネタイズできて。そうですね。そしたらなんか今後もまたこのメンバーで企画やり